なんとお店に70年製のレスポールカスタムが入荷しました。いけるでしょ。君なんかそういう手のやつ得意だよね。え、その手のやつ得意だよね。家でやってっかんね。一人で嫁と買い物とか行ってもさ、このレタス驚きのやつそうです。俺と藤田君しか知らないよ。わかんない。レスポールはみんなが憧れました。撮ってるの？撮ってる。私も子供の頃レスポールが一番欲しかった。その70年製が今ここに入ってきてるんです。私のものにしようかな。全然わからない。でもなんかわかる。もう半分セルにしか聞こえない。はい、ファンコイさんです。ファンコイさんです。これあれじゃないですか。これ疑惑の、これ疑惑のパフのカスタムじゃないですか。そうなんです。ここにまた登場するってことはなんででしょうか。しかもピックアップ変わってますね。これピックアップ変わってますね。あれあれ気づいちゃった。あれこれめっちゃいいんじゃない。これめっちゃいいでしょ。これめっちゃいいでしょ。これなんと販売することになりました。きたー、てれってれねっておいしい、ねるねるねるね。なんかその持ち主持ち主の人がさ、これ鳥取で CM やってなかったか。やってたよ。てれってれでしょ。こうやってつけてでしょ。そう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 、うまい。てれってれでしょ。まあこれお客さんからこのギターのリフレット、うん、リフレットで預かったんですよね。ボストンのトム・ショルツが使った70年製のカスタム、うん、ピックアップが某オークションで買った本物のパフが売ってたんだけど、うん、そのパフがちょっと音が新しいんじゃないかっていうので、うん、疑惑のパフっていう動画をその持ち主のお客様から許可をもらって動画にしたんですよね、うん、どういう経緯で困ったんですか。ね、はい、こうちにその出してる修理出してる期間中に、うん、なんか本物買っちゃったんだって。先生のでこれもう売りに出していいっすかみたいな感じになって、せっかくフレットとか取り合わせたのに、なんか打ち替えたのにみたいな感じなんだけど、まあまあそれね、お客さんの68年製とかっていくらすんの。メイプルトップの初年度とかでしょ。あれだよね、だから復刻初年度だよね。だからね、だって50年のやつってメイプルトップないじゃん多分。ああ。だから一番人気がある仕様のやつだよね。あれだよね、材は50年代の材を使ってるっていう話のやつだよね。だからピックアップとペグは、はい、自分で使いたいんでって返して、うん、ペグ変えて、うん、ピックアップ変えて、はい、販売しますと。なるほど。エボニーすごい真っ黒だね。これメイプルトップで。あ、これメイプルトップなんだ。メイプルトップ。もう多分魔法が、オール魔法がには多分もう50年代。あ、そう、50年代しかないのか。そう。ピックアップは疑惑でしたけど、はい、これ自体は、いやもうめちゃめちゃ良かったし、いいですよね。さらにもうフレットも打ち替えたばっかで、はい、さらになんとこれナットもカバーになってるし、パフは返品したんで、はい、うちのパフをつけました。この前の動画に登場した、はい、これはもう乗ってると。乗ってます。あ、まあ外して売ってもいいけどね、はい、全然。いや、外して売ったらこいつのまあ値段下げるし。あ、なるほどね。くんでやっぱ黒カスタムのオープンってかっこいいね。まあ黒黒になるからね、うん、これはええんちゃうの。これ生音もめちゃめちゃいいよ。ああ、もうこの時点でいいめちゃめちゃいい。いいっすね。めっちゃ倍音出る。なんかね、前の時と比べてやっぱね、こうギターがちゃんとなんかこう言葉を発してるみたいな感じしますよね。前の時ちょっとやっぱね、ピチャピチャしてたもんね。太さがミントの太さだ。でボリューム絞ってこの上品な音しませんよ。しないよね。じゃあフロントいきますか。
りしないよね。これソロ全部弾けるね。え？ソロ全部フンって弾ける。全然ちゃんと。でちょっと絞って。めちゃめちゃ。あ、いいよ。発売された当時ジャズとかに使われてたっていうのはちょっとこう分かるっていうか、確かにね、コード綺麗だもんな。今のやっぱりさ、ギブソンのレスポールもいいんだけどさ、フロントピックアップってさ、もうここら辺弾くような感じだもんね。ああ、まあそうだよね。そこら辺来てやっといい音になるっていうか、もうタック方式だね。そうそうそう。もう全然この辺の。これがこの。この音まで使えるやばくない？こんなこれローフレットでフロント音だからね。これが気にならなければもう最高にいい。そうだね、なんかスイッチ増設したの埋めてるんだよね。これさえ気にしなかったらもう音やばいよこれ、フロント音じゃないよね。こういうレスポールだとやっぱね、本当に隙がないいい音だよ。本体は70年のカスタム、ピックアップはこちらパフです。パフ。さあ、お値段おいくらでしょうか。はい、58万円の消費税。はい。まあ本物のカスタムですからね。いやこれは価値あるで。本物のカスタムでピックアップも音いいっす。はい。これ買ってくださった方にも秘密は教えますが内緒だよってことですね。そうです。はい。もうどんどん値段上がってますからね。ヴィンテージは。もう手に入んねえぞっていうね。いいよマジでねえ。レスポール弾くならマジでいいわ。今の現行にはない、そうですね、ありえないですね。はい、良さがもうたっぷり詰まってますんで、58万円の消費税っていうか、はい、70年代でレスポールカスタムでファンコイさんのパフ、はい、ぜひお問い合わせください。そうっすね、重厚な感じになりますけど。そうですね、お金ある人はもうぜひ行って、ね、いた方がいいですね、これは。70年のカスタムです。もうニア69、68ですからね。はい。そう、なんかね、69って言って買ったやつだらしいんだけど、うん、でもよく見た調べたら70っぽいですみたいな。なるほど。お問い合わせください。ファンコイさんでした。これはいいね。これは良きや。これはいいんだよ、確かに。